とチャンネル。そんなんじゃない。こんなんじゃいつもやってんじゃん。違うよ。ちょっと本家見してよ。始めた。プリントチャンネル。ハロー。ハロー。それハローだ。ハロー。ハローがあんだ。ハローがあるんだよ。そのあとちゃん名前も言うんだから。あ、サスケです。アゴキングです。そう、ちょっともう一回お願いします。最初これですか。はい、始まりました。プリントチャンネル。ハローしちゃーん。サスケです。アゴキングしんすけです。さあ今日はね、あのベトナムからこの二人にはいお土産買ってきました。ありがとうございます。サンキュー。サンキューサンキュー。カモンね。サンキューカモンの。じゃあまず、あ、ちょっと待って、ベトナムって言ったらこうハッピーなイメージあるんですよ。うんうん、明るい、うん、明るいイメージ。なんかもっと明るい服着てくれよ。ああ、まあ赤とか黄色とかね。ベトナムの人は好む色。ちょっと考えていきます。え、ちょっと説明してください。まずだから1個目はフォーだね。フォーだね。フォーね、うん、フォーがってあのチキンのフォーっていう。でこちらがフーキューと言いまして。それも麺ですか。これも麺料理。これはホーチミンの方、南の方で食べられてる麺料理。へえ。そしてこちら、それなんすか。バントン。しんちゃおしんちゃお。めっちゃ明るく来た。まあ確かにベトナムっぽい。でしょ。いる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 。しんちゃお。顔もちょっとベトナムっぽい顔してますよ。モンゴル。そうで、これがマムトムっていうね。なんすかマムトムって。エビを発酵させたソース。これもあの野菜でも肉でも、まあ、海鮮のこのエビとかでもつけて食べる。言ったらジャパンで言ったら醤油みたいな。そう、そういうこと。マジっすか。こんな、こんな色してんすか。まあよく使ってるよ。ヌックマムかマムトン、どっちか。ヌックマムか、ね、ヌックマ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 。ふざけてるでしょ。ふざけてるでしょ。つぶざけてない。ずっとフォー、うん、食べてみたかったんですよ。一回も食べたことない。あのね、うん、池袋でベトナム料理屋さんに一回行ったことあるんですよ、うん、そこの卵料理がめっちゃ美味しかったんですよ。へえ、卵料理。あ、バインセオだな、多分かな。あの卵でこう包んでる、はい、もやしとか、はい、キャベツとか肉とか入ってるやつ、はいはい、多分違う。え、絶対それだよ。バインセオじゃなかったら卵料理って言われてないもん。かな。じゃこれ入れてください。はい、はい、これぐらいですか。これあげて、開けますよ。オープン。オープン。お、あ、もうさ、あれだわ。なんか乾麺みたいな。これインスタント麺だよね。インスタント麺ね。さあ、なんかもう匂いするんだけど。何の匂い？こちら？いいんじゃない？もう麺に匂いがすごい。おー、香辛料、香辛料。ベトナムの感じ。ベトナムの匂い。ベトナムの匂い。俺今一回ベトナム帰ったわ。飛行機乗っちゃった。飛行機乗った。すごい。あ、これだこれだってなった。こんな匂いするんだ。そう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 。これは麺だろ。これは何？これ。これ怖すぎますよ。辛みじゃない。辛み。いや辛みじゃない。ツンってする。これでしょ。こっちでしょ。これ。こっちこっち。それはこっち。胡椒みたいな。ベトナムってすごいですね。うわ、辛そう。あ、さあ。あ、辛いの？いや、これ辛くないと思う。ベトナムって意外にね、はい、辛い料理ない。ないんだよね。そう、アジアなのにないんだ。そう、アジアなのにない。そう、それが良くて、池袋に行ったんですよ。あー、なるほどね。そうそうそう、本当だよ。卵料理美味しかった。いや、それバインセオでしょ。違う。違うんかい。絶対バインセオしかないの。何ミニッツ待つんですか。これ何ミニッツって書いてある。あ、3分、3分。バフ。3分でバフって言うの。バフ。2分は。ハイフ。10分は。5分15分5分何が違う。全部違うじゃん。全部違う。ふんがふっとってことですね。ふっと、そうそうそう、ふんがふっと。あ、うまそう。来たよ、来たよ。しっかりとした白滝って感じ。いや、白滝じゃないよ、麺全然違うんだよ。米ですよね。うん、米。あ、米なんだ。よく知ってる、米粉でできる。ライス。英語じゃない。言っただけだ。英語じゃないし。食べていい。もうさ、さ、出した。誰もやってないっていう。もうちょっとじゃない。もう食えそうじゃない。美味しく食べたいか食べたくないか分かんない。これ見てるでしょ、ね、ベトナムの皆さん。そうよ、ベトナムの人も見てくれてる。ベトナム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 
言わないと伝わんないから。あ、本当ですか。どうもどうも。大好きですよってなんて言う。好きよ。どいっといてベトナム、どいてベトナム。あ、上手上手。え、マジ上手上手。できるんだよね。ティックって結構言えないの、日本人だから。ティック、そうそうそう、THICK でティックの、ティック、これ結構言えないんだよ。ティック、じゃあティックあげるやつ。ティック、ティック。あ、ちょっと似てるやつ。うめえうめえうめえ。あ、マジで。なんていうの。ノン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 ティック。フォーフォー、これはフォーフォーティック。ノン、うまい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 。あ、よかった、それはよかった。俺、味薄いかなと思ったけど、ちゃんと味ある。あ、そうだね、ね、しっかりし、何味、なんだろうな、何味だこれ。でも鶏ガラとか、そう、うん、そういう感じでしょ。うん、ほんとだ。ちょっとカレーカレーみたいな、カレーが入ってる。確かにね、あの、あの最後のかけたやつがちょっとそういう香辛料だな、香辛料がすごいの、だから鶏ガラ鍋みたいな味は、ちょっと鶏ガラをね、わかんないけど。え、この肉みたいなの何？火薬じゃない？ティック。ティックめっちゃ対応するやん。遠い？遠い？いや、うめえなぁ。うめえぞ、これ。でも米、うまいっすね、米。ね、ほう。食べやすい。柔らかくなるしね、麺が。うん。ノンティック。ノン。うん、ベナム。ごめんなさいました。はい。はい。じゃあ次作りましょう。さあ次行きましょう。次は、次はこちら。どうしよう。これ南麺。これ南麺。どう違うんですか。まあちょっと硬いかな、こっちの方が。そう、こっちの麺の方が。これも匂ってない。これはあんまりしない。でもこれもフォーなんですよね。これはフーティウ。フーティウ、フーティウ。これは原材料は何なんですか。これも米粉だったんですか。米だった。あ、基本米しかないね。あ、そうなん。そう。え、しかもなんかやっぱ変なのついてる。出たよ、またなんか香辛料的な。マスタードみたいな。え、もういいんじゃないですか。うん、食べよう食べよう。いいですか。いいですか。うん、楽しみ。フーティーマジで俺大好き。フーティーね、本当に。ホソメン、ホチミ住んでるからフーティーの方がね、美味しい。うんうん、辛い。あ、別に、ね、辛いはお店によって違うけど、俺辛いで、やっぱ香草の匂いがふわっときて、うん、麺がさっきよりも全然硬い。うそ、そう、硬い硬い、しっかりしてる。うん、そう、それが硬い。和風食ってる感じ。いや、それは言ったら食いたくなくなるだろ、そんなこと言ったら。完食よ、完食。味は違いますけど。硬いでしょ。硬いでしょ、うん。なんかまさにベトナムっていう感じ。あ、ほんと、こっちの方がね、うんうん、香草の匂いがすごい。うん、やっぱりこのパクチー好きなんで。あ、香草はいいっすね。なるほどね。くさーって臭くってるぞっていう。でも美味しいですよ。最初食べた時ちょっと硬いかなと思った。うん、さっきの柔らかすぎたってなって、うん、違うものだと思って。こっちの方、俺は麺は全然だけど、うん、美味しかった。はい、いろんなフーティーとか食べ比べしてみたいですね。ね、お店で。そうそうそう、たくさんあるから。本当にこれっすか。行きましょう。はい、じゃあ、あ、開けていいよ。だから、ね、納豆みたいな感覚って言ってたな、なんか臭いけど、美味しくて食べちゃうみたいな。え、負けたらすぐ匂いする。負けたらすぐ。でもまだあれがあるんじゃないですか、あれが一個開けても。ない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 、蓋のやつ。なさそうなさそうなさそう。うわっ、答え、え、答え、振らないとダメだな。ちゃんと閉まってないよ、これ。閉まってる、閉まってる。あ、ちょっと匂いする。どんな匂いだこれ。匂いする。あ、シューマイ弁当の匂いだ。ダメにね。これつけるじゃん。匂いがいいですか。なるほど、匂い。ああ、
カニ味噌だよ。え、ほんと？はい、そんな臭くない。うん、なんか確かに濃い匂いはするけど、うん、カニ味噌。うん、難しい。うん、カニ味噌でしょ。でもカニ味噌って言えばカニ味噌だけど、あカニ味噌って言えばカニ味噌だけど、後から来るね、カニ味噌の後からね。ザリガニっちゃう最近だから、いいよ、いいって言い方ザリガニっちゃう、ザリガニ。これきついな。これきついわ。あ、はい。なに、スルメイカの匂いだ。だからスルメイカの後ろからいるんだよ。後ろにそう備えてる、備えてるザリガニがな、ザリガニがね、備えてるんだよ。最初の入りはね、うん、全然俺もこれやばいっすね。え、でもつけたら違うの、これで食うわけない。これで食うわけない。ちょっとでしょ。そう、どうやって食うの。ドローでやって、もっとこういうの。そうそうそう、うわぁ。ちょこっとつけて食べる。ということで今日はね、味たんね、なんか見るためにシュウマイ弁当、崎陽軒のシュウマイ弁当ですよ。 ありがとうございます。はい、それでシュウマイと一緒にちょっと食べてみて。食べてみよう。ああ、ちょっといける、あの匂い嗅いでいける。いや、俺はいける。マジで言ってんの。これちょっと好きなんだろうね。好きなんだろうね。カニ味噌自体が好きなんだろうね、たすきは。うん、そんなもん、そんなもん、そんなもん、うん、ね。ああすごいな。うん、別に。あ、全然、うん、でも、うん、本当にちょっとでいいと思う。あ、今のがつけすぎ。うん、あ、嘘。濃い、濃いザリガニ。うわー、地獄、地獄。あ、うん、あー、あー、あー、ずっとくせーなー。いや、そうだろ。あー、くせーなー。そうだろ、ずっとくせー。そう、ずっとくせーな、これ。あー、ザリガニ飼ってる。ザリガニ今ずっとザリガニ。あ、うわーっ、超やだ。あ、これほんとちょっとでいいですよ。超やだ。その後行きたくないよ。いや、ちょっとでいい、ほんまちょっと。ちょっとね、うん、あ、行っちゃった、これでも行きすぎよ。うっそ。うん、でもそれぐらいつけないとね、メダルの人は。なんか全部食ったらすぐ混ぜた方がいい。一個に集中するとずっと癖が。あ、でも今のくらいだったら、うん、え、もう気になんない。飲み込むじゃん。飲み込んで後に、なんかずっと癖から、一回飲み込んでる。飲み込んだ。うん、癖だ。うわいる、ずっといる。あ、でも奥の方にちっちゃいのがいる。 あんまつけなかった。そう、あんまつけなかった。だから日本人はちょっとの方がいいかも。うん、そしたら一瞬だからカニ味噌でいける。うん、そうそう、カニ味噌でいける。カニ味噌感覚ね。ちょっとだったらね。だから分量間違うと進化する。カニから誰かにね、進化する。マジでちょっとだったら、はい、なんか本当に風味がつけて、いい感じ。好きな人は好きっていうね。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。じゃあ続きはプリントチャンネルでーす。ダンビエン。